まあ困ったなって感じだな。まああれちょっとね、ブルーシートの奥の、あそこら辺、ブルーシート引こうと思ったんだけど、無理だね。なんか多分、今裏見てきたけど、あれなんだわ。通風口ちゃんと塞いであって、波トタンが釘で打ってあるんだよね。で、その波トタンで通風口が塞がらないようにだけなってるんだけど、ちゃんと換気をするようになってるんだけど、どうやら、台風とかになると、打ちつけた雨が壁のトタン伝って、その打ちつけてあるトタンの隙間からなんか入ってるっぽい。どうもこうもならんね。なので、この雨がゴールデンウィーク中は雨なんで、雨が止んだら、あれだね、防水シリコンでも買ってきて、そのトタンの継ぎ目をシリコンで埋める以外に方法ないんで、まあそうします。と、まあこんな感じなんで、まあ、とりあえず調湿材という名のね、あとはなんか、納屋の中にあったなけなしのバーベキューの炭つとまえてきます。いやまあ雨降るとこれどっちから水来てる？あっちか。としたら塞ぐべきの通風口はあっちの2つっぽいね。だから雨が降ってこないように板だけかまして通気性だけは保っておこうか。それがいい気がします。どっちなんだろう。でもあっちからもね、流れてきてる気するんだけどね。とりあえずやるだけやってみるしかないよね。